ね、フィリピンに移住したい方からのご質問ですね。何がいいんでしょうかと。まあ、履くものですよね。意外とこういうところをフォローしてるあの現地の在住者ってあんまりいないので、いい質問かなと思ったんですけども、サンダル、現地で買うなら、どんなものがいいですか。丈夫なものは何がいいでしょうかという感じなんですけども、あの結構あのデビソリアとかですね、バクラランとかあの辺であのフリーマーケットってあるんですけども、ああいうとこだとあの T シャツとかもサイズが日本人にとってちょっと小さかったり、あとやっぱりすぐ破けたりダメになるっていうことが多いですよね。安物が全入手になるので、あのフリーマーケットであんまり買わない方がいいかなと思います。で、日本人がちゃんと使えるものとしては、あのまあ、もちろん現地にユニクロがあったりするんですよね、フィリピンも。なのであのそういったものだったらまあ定番の同じものが使えるっていうのと、あとやっぱり SM とかアヤラとかの大きなモールの中での購入だったらあのちゃんとしたもの買えると思います。シューズもですね、まあ、スニーカーもサンダルも未だに僕 SM モールで買ったものまだ使えてますので、何年もですね使えてたりするので、その辺いい部分ですね。でまあ靴丈夫なもの買